今日は10月4日の水曜日です。ストロベリーファームの絵を描きます。いちごのような赤い花をまず描いてみます。それに茎がついていますので、ずっと茎の部分を描いてみます。ストロベリーファームの葉っぱを描いてみましょう。こちらにも葉っぱがありますのでつけていきます。こちらもストロベリーファームの葉っぱを描いていきましょう。ストロベリーファームのデッサンができましたので彩色に入ります。いちごのような赤い花の部分を彩色します。次に葉っぱの部分を彩色してみましょう。これでストロベリーファームの絵が仕上がりました。